ようこそいらっしゃいませ。VTuber ニュースのマリアです。アシスタントのブッダだよ。スパモン様やで。2024年11月9日午後8時から、ホロライブの新人5名が初配信をするようなのですが、その前日の8日午後5時現在、新人5名の登録者数の合計が、8月16日に配信デビューした2時3時の新人5名の登録者数に迫っているとして話題になっています。ホロライブは 34.02 万人、2時3時は 35.5 万人、この動画が投稿される頃にはもう追い抜いているかもしれませんね。新人の伸びでもそんなに差がついてるの？ホロライブデバイスブランドは失敗だって聞いたけど、そんなこともないのか。ホロライブの視聴者の方が何も考えずにとりあえず新人を登録する層がずっと多いんやな。この感じだと初配信が始まる直前には3ヶ月活動した2時3時の新人抜いちゃってますね。なんだかなって感じです。どうしてこうなったのでしょうか。どうしてだろうね。悲しいね。さて動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録や評価ボタンを押していただけると嬉しいです。また次の動画も見てくださいね。